効いている。やった、今度は逃さない。左で捕まえた。いいぞ、行け。さあガンモン、ワイルドのパンチで応戦。意識飛んでるはずじゃ。なんであんな動きができるんですか。とても説明できないよ。とにかくすごいってことしかわからない。バカ野郎、説明なんているか。あの男を本気で怒らせるとああなるってことよ。奴への本能のみで動いてるのさ。もともと野獣が人間の皮をかぶったような人だからな。拳がめり込む。顔が上がった。右で天ぷら。再びリバー。ガラキの顎に返す刀が突き刺さる。チャンピオンが刀を踏んだ。リバーにも崩れ落ちそうだ。うわ、どうする。もう一発だ。もう一発いってね。フォークのパンチはワイルドに迫力は類を見ないが、その実力が分散する。しかし高村のそれは小さく鋭く確実に急所のみを襲ってくる。あのセコンド名、なんと素晴らしい、そしてなんと恐ろしいこと。逃げー、また急所ば。こいつ、あれよ。間違いない、こいつ俺を確実に殺しに来てる。おっと、チャンピオン膝をついた。ダウンだ。